そうか、そうくるか。はい、答えをどうぞ。ぷっぷく。目隠しされて連れてこられました。何ですか？目隠しを外してください。あ、わ、すごい、わ、急に明るくなった。はい、下田さん。はい。目の前に何がありますか？あ、え、北海道だ。そうです、北海道です。そんな雑に北海道つかまないでください。あ、わかりました。大切にですか？大切に。じゃあ上と下と。はいはいはい。あ、いいですね。こんな感じですか？下田さん、北海道に住んでどのくらい経ちますか？丸3年ですね。丸3年ということで、じゃあだいぶ北海道にも詳しくなったんじゃないですか？いやいやいや、本当ですよ。うん。私、あの、道の駅が好きで、よくドライブとか行くので、道南とか、あとは新飯の方とか、うん、はもう全部巡ったんじゃないかな。おー、あ、ドライブも行ってるということで、じゃあね、そんな下田さん、北海道住んで丸3年、どれくらいね、北海道に詳しくなったか、あるチャレンジしていただきます。イエーイ！それは、第1回読めるかな北海道地名クイズ。これはいつまで持っていけばいいですか？もう下ろして、あ、もう下ろして大丈夫ですか？はい、まあ、北海道といえばね、まあ、アイヌの由来とかでいろいろ難しい読み方の ね、地名があると思うんですけども、今日はね、7つ地名用意したので、はい、下田さんが読めるか、はい、クイズを行っていきます。わかりました。で、今回7問ありまして、4問正解しましたら豪華景品、え、北海道にまつわる豪華景品。本当ですか？そう。え、いくらかな？サウンかな？いろいろありますけどね。でも、4問正解できなかったら、罰ゲームありますのでね、しっかり答えてください。頑張ります。じゃあ、行ってみよう！第1問！こちら！お！なんて読むでしょうか？3文字。うん。マジで分からん。まあね、訓読みの訓に、こう、そして大阪府の府、うん。そうですね。マジで分かんない。はい。じゃあ答えますか。はい。じゃあ答えをどうぞ。クネフ。クネフ。クネフ。惜しい。正解はね、クンネップ。はぁ、クンネップですか？そう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 、あのね、所郡という場所で、あの、オホーツク総合管内で、右上の方かな？北海道の。北海道の右上。ここら辺？の、ちょ、うん、うん。で、まあ、玉ねぎとか、じゃがいもなどが名産という。あ、そうなんですね、うん。行ってみたい。好きです。函館からね、かなり遠い場所ですよね。はい。クンネップでした。クンネップか。続いて、第2問、こちら。いや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 、見たことない字がある。うん、うん。まあね、最初の2文字はね。最初の2文字はよく見かけますよ。思い、蘭。お花の蘭ですもんね。うん、なんだそれ。はい。はい、どうぞ、答え。ジュランキュ。あ、そのまんま。そのまま読みました。ジュランキュ。正解は、チプランケウシ。それでですか？これで、チプランケウシで、クシロ。はぁ。で、アイヌ語が由来でして、船を下ろすところという意味。確かに、クシロは海のイメージがありますもんね。うん、ね、チプランケウシ。はぁ、まあ、これは普通には読めないですよね。難しいですね。はぁ、第3問目、これはね、答えてほしいね。うん、函館に住んでいるのなら。あ、じゃあ近いんですね。行きましょう、第3問、こちら。はい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 、これはね、わかりますよ。
うん。はい。はい、どうぞ。トドホッケ。正解です。ね、トドホッケ、2004年、函館市に編入ということで。うん、まあ、昆布とかね。あと、温泉とかも有名ですよね。行ったことあります？行ったこと、あります。第4問目。こちら。はぁ、あ、はぁ、あ、まあ、簡単な並びではありますよね。うん、なんかよく名字でありそうな並びですね、うん、そうか、そうくるか、難しいな、うん、難しいな。はい、どうぞ。アンセ。アンセ。アンセ、そのまま読みましたね。そのままですよ。正解はやそすけ。もうすけって読むんですか。そう、石狩市なんですけども。はい、行ったことありますよ、石狩市。アイヌ語が由来でして、こちらも。はい、やそっけという、網を仕掛ける場所という意味があるアイヌ語から来てるということで、やそすけ。へえ。いや、石狩もね、すごく海が綺麗で、うん、眺めが綺麗なところだったので好きなんですけど。はあ、じゃあ第5問ですね。はい、こちら。はあ、ははあ、興味があるの今日に、部屋のへ、うん、部屋のへって言わないからですね。部活動の部ですね、うん、これね、知ってるんですよ。知ってますか。はい、どうぞ。おこっぺ。正解です、ね、オホーツク振興局管内、まあ北部の方ですけど、うん、北海道の右上ですね。はいはいはい。で、酪農が盛んでして、牛乳、チーズ、ヨーグルト。はい。なぜ知ってたんですか、おこっぺは。とサイコロキャラメルの駅名表だったかな。サイコロキャラメルって地名が書いてあったりとか、そういうデザインのものがあるんですけど、それで私が友人にあげたのがちょうどおこっぺが入ってたんですね。で、そしたら友人がおこっぺっていう響きを気に入りまして、インスタにおこっぺおこっぺってすごく連呼していたので、うん、私もそれで、あ、可愛らしい響きだなって思いました。なるほどね、だから知ってるということで。はい、今は2問正解で3問不正解。あ、ギリギリ攻めてる攻めてる。第6問目いきましょう。はい、こちら。また見たことのない字がある。負けるっていう字ですよね。ですね。一文字目は勝負の勝ち負けの負ける。で、服という字に竹冠がついてますね。そんな字があるんですか。はい、答えをどうぞ。ぷっぷく。ぷっぷく、可愛い響きで。おこっぺがものすごく可愛らしい響きをしているので、そういうパピプペポが入る地名もあるのかなって思いましたね。どうですか。正解はオフイビラ。あー、なんとなくわかる気がします。帯広の斜め右上というか、はい、でアイヌ語でウフイピラというのが燃える崖という意味で、そっちから来てるんですって。ということで、すごく難しい。今の時点でもう4問不正解なので、はい、罰ゲームは確定なんですけども、はい、じゃあこうしましょう。ラスト1問を正解したら、はい、プラス1万点という。やったね、よくある最後だけすればいいじゃんってやつ、ということですよ。じゃあラストいきましょうか。はい、第7問目こちら。あ、でも漢字自体は小学1年生かな、うん、で習う漢字ですよね。簡単な漢字ではありますけれども、白、そして人ですね。はい、答えをどうぞ。シロンチュ。沖縄風にね、なんかそういうやはり似てるところも実はあったりするのかなって思いながら。正解は
チロット。はぁ。こちらね、北海道の南東ですね、はい、幕別町にありまして、はい、こちらもアイヌから来てます。アイヌ語、チルオット、鳥が多くいる沼。はぁ。そちらから来て、チロット。確かに幕別の方はそういうイメージがありますけれども、でもこれは想像してみればっていう気はしますけどね。チロットでした。可愛いね、これもね、可愛らしい響きで。結果発表。これも実は罰ゲーム回避だったっていうことですよね。ですね、兵頭さん7問中ですけども2問正解。はあ。トドホッケとオコッペだけってことでね。なので下本さんにはしっかりと罰ゲーム受けてもらいます。まあ仕方がないですね、うん、もっとね北海道を知っていただきたい。で、北海道に親しみを得てほしいということで、勉強が必要です。もう目の前にあるじゃないですか、北海道が。はいはい、これですね、はい、動画アップした日から1週間、その北海道と共に生活していただきます。マジですか。もう肩身離さず、はあ、だから出社する際もそれ片手にとか。はい。なのであのツイッターとか投稿する際はその北海道の写真もちらつかせてやってください。わかりました、はい。番組中ももちろんスタジオに置いておいてください。わかりました。いやもちろん勉強不足だったんでね、うん、もっともっと、ま、住んでるのはここですけども、こっちの方も訪ねてどんな街か見てみて北海道にもっと詳しくなりたいですね、うん、でこの1週間でこれの持ち方研究します。丁寧に持ってください。はい。箱って隠れてるから。あ、すごい。でもこのやっぱり焼くものここら辺が持ちやすいですね。これ持ちやすいです、この角度が。